さあ、あとエアーズロックへは行けるのかね。まだ待ってる最中だけど、タクシー止まってくれた。まだ派遣会社から待ってる途中なんだけど、ようやく1週間経って履歴書ができたんだよね。まああとは早く派遣してほしいけど、逆にこの今のシェアハウスの住み心地が良くなっちゃったから、また離れるのも嫌だしなとかね。でもまああともうちょいでワーホリ終わりだけど、なんだろうな、ずっといたいって思うようなとこがねいっぱいできてきて、僕それがいいかな、まあ、来て正解だったね。